ってことで、カンバーカンバークウェカンバーカンメーカーパティスペースニューヨーク。今日はちょっと違う感じで、しかもね、夜も更けてきまして、ホリデーマーケットに来てまーす。久しぶりにってことでね、まあ動画にしたことないんで、久しぶり感はみんなには伝わらないと思うんですけど、ここブライアントパークでね、いち早く10月28日にホリデーマーケットがこう開催されたのでね、この見てください。このね、ブライアントパークっていうのは、まあオフィス街、もうちょっとそっち行ったらタイムスケアなんですけど、そこからちょっと行ったとこに、オフィス街の中でみんなが公園でランチ食べたりとか、図書館があったりとかっていうとこになります。でね、このホリデーマーケットっていうのは、11月の17日頃からはユニオンスクエア。で、そこからまたコロンバスサークルと、空いていくんですけれども、ここがいち早くオープンしたっていうことなので、中を覗いていきたいと思います。OK! Are you guys ready?Let's go to journey.メリークリスマス。あ、ホリデーマーケット入っていこうと思います。てか、みんな勘違いしたらあかん。ホリデーってもう冬なんですけど、僕半袖でちょっとすみません。結構歩いたから暑くて。ちょっと待って、これさ、あれだな。スケートやってる？あ、スケートもうやってんの？こんな暑いって言ってる中でスケートやるんで、ちょっとさっきスケート見に行っていいですか？止まって、僕さ、今半袖やん、こんな感じで。けどもうスケート始まってる。どうやって氷溶かしてないの、これ。どうやって溶かしてないかの方が気になる。すごい。ちょっと見に行ってきますね。ラースクリスマス、ふん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 ってことでね、やっぱりこのアイススケートから始まるのがニューヨークのクリスマスって感じがしますね。それではお店を見ていきましょう。ここはね、あのホットソースを売っているお店でしたね。こういう風にガラス細工のお店もあったりしました。ちょっとね、あのお値段はするんですけど、本当に旅行に来た時にこういうところで1点買うのとかってなんかいい思い出になるんじゃないかなと思ったので、ぜひ来てね、あのいろいろ見てほしいなと思いました。結構寒かったんですけど、いろいろみんなね来てましたね。どうすか、今見た中でもまだこれ半分なんですよ、こっちサイドだけ。もうだからこんな感じ今。さあ、ここでね、やっぱりワッフルなんですよね。おいしいワッフル、これやったら食べれんか。クロスや、うまそう、太った。めっちゃ人気なんかも、もうだけすぐ並んだの見とわれた。じゃあちょっと、せっかくやから、いろいろ回ってから、なんか食べる選ぶ。美味しそう。グリーンティー？グリーンティーじゃなくて、これはピスタチオでしたね。はい、ってことでね、まだまだちょっとね、何を食べるか迷った状態で、反対の顔半分の方に行ってみたいと思います。顔半分って何や、反対側のね、お店を回るためにも、最初ちょっと考えながら回ることを決めました。ね、もうちょっと喋ってばっかですけど、今ね動画に映ってるようにね、たくさんお店があるので、ぜひちょっと行ってみてほしいなって思いました。ほんとね、アイディア商品でポストカードであったり、こういう風に絵だけ売ってたりとかね、あのたくさんあります。なジュエリーちょっとたくさんね、僕ジュエリー好きなんで見たんですけど、ジュエリーはめちゃくちゃ可愛いのたくさんありました。でね、こういう風にホリデーマーケットっていうのはね、こういうテントじゃないですけど、一つ一つブースがあって、そこでいろいろな人たちが毎日こういう風にあのお店を出してるっていうのがなんかすごいいいなって思いました。ニューヨークホットソース大人気やん今。ソープ、でもソープ系結構多いかな。
プリンいいね。クリスマスのホリデーマーケットめっちゃ良さそう。マックスバーナーやこれ。マックスバーナーあれやん、チョコレートのはチョコレートピッツァのお店。マックスバーナー懐かしい。これチョコレートピッツァのお店なんや。今んとこはね、もう学生来た時チョコレートピッツァ食べるってめっちゃ言ってた昔。なんか久しぶりに来たけど、メイドフロムコインコインから作ってんねんて。これあれかわいい、見て、メイドフロムコインもうかわいいね。ね、見たいけどやめとく、買っちゃうから、欲しくなっちゃうから。もうほぼやっぱチョコレートが多いね。チョコレート美味しそう。でも今のとこ見たら全部ワッフルやな、気分は、うん、チベット。ああ、もう持ってる。はい、ってことでね、もう向こう見てきたんで、今から反対側行ってみようと思います。どうですか、皆さん今。なんかさ、アメリカ感じるよ、結構。よくない？で、今ずっと迷ってるのがワッフル食べるか、何食べたい？ああ、ドーナツもあるやな。ワッフルで。はい、ってことでまだまだ悩んでいます。でここからはね、反対側行ってみたいと思います。反対のジャックサイドにはネオンカラーのお店が、こうしたちょっと大人な感じかもしれないですね。スイーツ系とメリーゴーランドもあるみたい。あれメリーゴーランド違う、ちょっと行ってみたいと思います。わーミートパイとかもあった。あーここで頼んでここで食べるんや。こっちはご飯ゾーンですね。今わかりました。わお、肉がつる。なんやこれ。わあ、この時のアイスやばいね。クレープちゃう？何あのコーン。ああ、あのフラットなコーンやね。うまそう。ドロドロチーズに焼き焦がれ。すごい。わあ。すごいね。チーズと練り込まれたパスタです。嘘ついてなかったよ。やっぱちゃんとありました。このインディアンフードとかいろんなご飯屋さんの隣にメリーゴーランド。これマジでうまそう。カレー系、ガツリのカレー系でも匂いがさ結構特徴的やん。けどそういうのも匂わせないようなぐらい馴染んでる。うまそう。チキンサマサやばそう。チキンサマサ、はい。ってことでね、このチキンサマサって本当に読むのか合ってるか分かんないですけど、絶対次来たら食べようと思いました。あ、今からこれ行けるんや。乗ってみようかな。あれ？これエンターってあるってこと乗れるのかな？やってんのかな？乗ってみようかな。いや、どうしようかな？乗ってみる？あの子も行く。あの子も行く気まんまやと思うし、乗ってみようかな。どうしよう。めっちゃもろくさいな。もう人待ち？時から乗れるやん。クレープ、うわー、これ絶対美味しいやつ、絶対美味しいやつ。クレープ食べる、モンブランあるかな。ペタンコやな。あ、アメリカスタイルクレープや。これアメリカスタイルクレープってあれやん、お皿に乗ってる系のやつ。アジア系のご飯もあるんやね。出た、エンパナーダ。もう覚えたね、エンパナーダ。ブラジルのご飯なんや、エンパナーダ。美味しそう。ラーメンもあるし、みんな結構ここで食べてるんですよ。美味しそう。あ、さっきのピスタチオ。あれかな、やっぱ分けてやってんのかな、両サイド。あ、フォーかけフォーバーガー。めっちゃ待ってる、かわいい。ほんまメリーゴーランド回したってってほんまに思いました。これはやばいね、ロブスターフライ。あんのかな、こんなところロブスター。ってことで決めましたね、ワッフルに。この人もう最初から決めてましたね、この顔は。ってことでワッフル食べていきたいと思います。はい、
僕が選んだのはね、このチュロ味、チュロスですね。僕ディズニー行った時は絶対チュロス食べるんで、あのここでもそれを想像して買ってみました。これで10ドルしたから、チロワッフル。けどさ、それなりのやっぱこのニューヨークとしてこれを食べるっていうのはいいですね。でも10年で初めてかも食べる。これでね、ちょっと10ドルだったのはちょっと高いなって思ったんですけども、なかなかのボリュームとチロにかかってるねソースがもうめちゃくちゃうまかったんで、おいしそう。ちょっと座って食べてみて。もっとさ、こう食える気やと思ったけど、こうやって座らない。それでは食べていきましょう。エキサイトしてるよ。めっちゃうまい。ほんまに口の中で口の中で、みんなこれ来たら絶対食べた方がいいわ。10ドルの価値ありやね、これ美味しい。10ドルってことは日本円だと今いくらぐらい、1500円とかだね。それでも高いね。うん、はい、ってことでホリデーマーケットどうだったでしょうか。ありがとうね、迷う。ここに近くに住んでてとか、学校帰りとかに来て、今日はあれ、今度はあれみたいな感じで全部制覇したいなって思いました、食べ物で。なんかこういう雰囲気がいいところでなんか渡しに来たりとかっていうのが、これからのニューヨークの醍醐味だなと思いました。でね、うちもサンタさんなんで、クリスマスになってきたらどんどんクリスマスのニューヨークのいいところとかも動画にできたらなと思うので、またあのチャンネル登録してお待ちください。はい、動画良かったなと思ったら、いいね、チャンネル登録、コメント、シェアでお願いします。If you guys like this video, like and subscribe, コメント、シェア。はい、バイ、じゃあね、バイ。はい、I'm back, welcome back, I'm makeup artist space in New York. どうも、ケントです。よろしくお願いします。で、今日はね、ちょっとね、もう年末なのでね、ケントが出会ったベストコスメ紹介していきたいと思います。見てね、こんなにたくさんあるんですけど、これね、僕が出会った中でもちょっと選ばせてもらいました。